皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。イスプスハンダスコティッシュ女子オープン初日。15日。ランドナルドリンクス。スコットランド。6584ヤードパー72。カートに乗って引き上げる渋野ひな子。写真。スコットランドで行われている前衛前哨戦に出場している渋野ひな子が4ホールを終了し、5ホール目のティショットを打った直後に棄権した。 10番からスタートした渋野は2オーバーで迎えた14番ティショットを打った後大会を放送するワウワウの映像では、涙を流しながら同伴競技者に危険を申し出る姿が映った。10番をパートすると11番で1メートルにつけバーディ。12番ボギー、13番をダブルボギーとしていた。危険後、トレーナーが腰からさじり、足にかけてチェックする姿も見せていた。 引き上げた後取材に応じた渋野は、左の股関節かお尻。朝の練習で痛めてと、スタート時から痛みがあったことを明かした。急に来たからびっくりして、その痛みが頭に残っちゃって、振ったら痛いし、踏み込めないし、このままやるのも怖かったと状況を説明している。渋野の危険は2022年6月の KPMG 全米女子プロ選手権。 以来、日米通じてこれが2度目この時は体調不良により第3ラウンドスタート前に競技を取りやめていた次週は今季最後のメジャー大会 AIG 女子オープン全英が待つ大事に至らないことを願うばかりだ16日午前2時55分に過失修正をいたしましたどう思いますか気に入っていただけると嬉しいです また次回お会いしましょう。